スケットボール選手、指導者。NBA のブルックリンネッツの GM。選手時代のポジションは、パワーフォワード、センター。身長208センチメートル、体重114キログラム。ニュージーランド人史上初の NBA プレーヤー。高校時代までオークランドで暮らした後、1995年にアメリカ合衆国のカリフォルニア大学バークレー校に入学し、 政治学を専攻した。大学には4年間在籍し、1998年の NBA ドラフトではニューヨークニックスより全体44位指名を受けた。その後、トロントラプターズへトレードされてプロキャリアがスタートした。ニュージーランド代表にも選出され、2000年のシドニーオリンピック、2002年のバスケットボール、世界選手権、2004年のアテネオリンピックに出場した。 2000年までの2シーズンをラプターズでプレイしたがオフに解雇された。そのため2000から01シーズンはポーランドリーグのスラスク・ブロツワフと契約。シーズン中にシアトル・スーパーソニックスと契約したが出場することなく解雇され、再びポーランドへ戻った。翌年の2001から02シーズンはマイアミヒートと契約。21試合に出場し、初先発も果たした。 2003年9月にはサンアントニオスパーズと契約。しかしこの年は左室外骨検炎の治療のために一試合も出場することができなかった。なお、スパーズ在籍中の2005年にはチャンピオンリングを獲得している。2005から06シーズンには2006年2月8日にキャリアハイとなる16得点を記録した。2006年から2008年は フェニックス・サンズ、2008年から2010年は、ニューオーリンズ・ホーネッツに所属。2010から2011年シーズンの、ポートランド・トレイル・ブレイザーズ所属を最後に引退した。2012年サン・アントニオ・スパーズの、バスケットボール・オペレーションズ・ディレクター及び、D リーグ・オースティントロスの GM に就任し、2013年、アシスタントコーチになり、2014年の優勝に、貢献した。 2014年アシスタント GM に就任。2016年2月18日、ブルックリンネッツの GM に就任した。ありがとうございます。